ここで大穴で2メーターの層の空気を抜く作業をしてやるのが今回の目的で、この上にずっと今まで見てきた植栽空間が表層に広がっていますけど、この池とこの植栽の植物の根の動きと、それからその周りを取り囲んでいる水脈等がうまく連動できたとき、玉城新芽さんの敷地に表層と深層の水脈がうまくなんとかつながって呼吸できる大地が育ってくるということに多分なってくると思うんですね。敷地の一番突端と一番末端のこの敷地の出発点、それが実は大地を通してずっとつながっているわけですね。こういう流れでずっと一つ一つ別物ではなくて大地の中で脈としてつながっていっている、そういう見えないところでつながる脈作り、それが地上の風景を作っていく。でそれはここだけの環境改善にとどまらないで、このへそ公園の斜面や尾根や谷の水脈とも連動し、植物とも連動し、生き物環境全体がつながって、この脈を育む機能につながっていくことになるわけ。まだ駐車場のアスファルトやコンクリートがあれだけあっても、なんとか人が大事に空気や水の循環をつないでやると、痛みながらも必死に動植物は生きようとするわけ。それと人の作業がうまくスクラム組んで連動していくと、環境改善ちゃんと育っていくことになっていくと思うんです。アマガエルの木下さんたちが作った風景に、この池と奥のマスの割った谷がつながって、やっと全体が奥の工場までつながってきたなっていうのが実感です。でまあこれが仕上げではなくて、ここから始まりなんですね。ここからこの池含めてどんどん自然が育ってきてくれる、息づいた新しい形を生み出していってくれると思うんですけど、玉城新芽さんのスタッフの方々と、大地の再生の関わってもらえる方々と育みの空間づくり、ぜひつなげていけたらと思っています。はい、お疲れ様でした。